春の選抜と同じ準々決勝での対戦となった仙台育英と上宮、剛腕大越対強打元木。応援団も息を呑んで見つめます。1回元木の第1打席、ツーアウト三塁からです。1球目外角低めのスライダーでストライク、2球目空振りでツーストライク、3球目は見せ球が高く外れツーストライクワンボール。そして4球目内側で勝負、止めた、スリーアウト。大越思い通りのピッチングでした。上宮エース宮田に対し仙台育英は3回ノーアウト1塁で9番山口。ファーストライナー二塁手が戻ってダブルプレー、早くもこれで2つ目のダブルプレー仙台育英。リズムの悪い攻撃が続きチャンスを潰した仙台育英ですが、1番大山カーブを打ちました。センターが抜かれました。ツーベース、ツーアウト二塁。続くバッターは茂木。センターに届かない、二塁ランナーホームをつく、先に仙台育英1点先取。中盤押され気味の上宮は5回ワンアウト三塁同点のチャンス、9番1年生の中村。スタートしました、外された、スクイズ失敗。逆に6回表大越のタイムリーで仙台育英が1点追加。その裏上宮は2アウトから小野寺がヒットで4番元木につなぎます。ここまで2打席痛烈な内野ゴロ2つ。3回目の対戦、小野寺が三塁まで行く、元木は二塁、ツーアウト二塁三塁、上宮同点のチャンス。ここで仙台育英武田監督は5番の岡田を敬遠、満塁として6番鈴木との勝負を命じます。この大会16打数9安打大当たりの6番鈴木です。今日冴え渡る大越のスライダー、打たされてしまった鈴木。そして7回仙台育英はワンアウトからヒットの高橋を送ってツーアウト二塁、9番の山口です。三遊間を破っていきました。これでツーアウト三塁一塁。今日の宮田ボールに伸びがありません。仙台育英1番に戻って大山、手を叩きながらホームイン。2番茂木、ショート取れない、これが4点目になった。動揺する元木、宮田に声をかけるのが精一杯。合わせたバッティング、センターこれもヒットになった。ツーアウトから何が何だかわからないうちの連打、やっと元木マウンドの宮田に駆け寄ります。この後さらに3連打、9対0となります。このシーンベンチの山上監督は宮田交代を考えますが、この後宮田なんとかしのぎます。8回裏上宮はノーアウト1塁で2番内藤、軽くライトに合わせた打球が上宮の豪快な反撃。この時7点差、しかし7点差とは思われないほど甲子園球場は緊張感がみなぎりました。この後3番小野寺ツーベースで続き、バッター元木、元木大越今日4回目の対決です。上宮この回2点止まり。そして9回、一
塁ゴーチスボックスから声をかける元木。今回この対決騒がれたけど、はい、今終わってみてどうだい？そうですね、やっぱりいいバッターですね、元木は。やっぱり抑えたろうっていう気持ちで、やっぱり初球をストライク取りに行ったのを打たれたっていう感じですね。ボールが高かったので、やっぱり投げ負けたっていう感じですね。山上監督とあなたと仕草で合図してたのを見たんだけれども、あれは何だったのかな？つい高田をすぐ掘らすかっていうのを山上先生が指示出まして、もうこの回はもう宮田で行きますと答えましたから、ここまで来れたのも本当宮田のおかげで来れましたから、最後のマウンドずっと掘らしたかったですけどね。もうバッターを見るようにスタンドのみんな見てました。スタンドのみんな応援してくれて嬉しかったですね。最後まで応援してくれましたから、もう頼りないキャプテンだったけど、本当は3年間みんなついてきてくれて本当嬉しかったです。また宮田と庄司のバッテリーで甲子園来てほしいですね。時には猛打を浴びせ、時には接戦を勝ち抜いて甲子園を沸かせた君たち。込み上げる涙が頬を伝うとき、君の心に浮かんだのはホームランでも三振でもなかったはずです。それは誰もが通過する3年間を力の限り生きたことを確かめる時間だったはずです。89年夏、駆け抜けた舞台をしっかり胸に刻んで、君たちのまた新たな時が始まりました。熱闘甲子園ではまた明日。